こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。サムスン製の10万円スマホより5万円の iPhone の方が性能が優れていましたが、シリに韓国について聞くと日本の属国だと答えたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。アップル iPhone 音声秘書サービスシリに、韓国は、現代史では、韓半島や朝鮮半島の日本帝国領朝鮮という、歪曲された情報が出てきて、非難を浴びている。シリは、11年から、アップル製品の iPhone や iPad、MacBook などで作動するプログラムだ。ユーザーが話をすれば、音声を認識して答え、いわゆる、人工知能 AI 個人秘書と呼ばれる。サイバー外交使節団バンクは、現在、シリを実行させて、韓国について教えて、と質問すれば、このような内容が出てくると明らかにした。韓国は、東アジアに位置する地域、または憲法上の国家で、現代史では、韓半島、または朝鮮半島の大日本帝国領朝鮮を指す言葉だ。和国を指す場合が多く、近現代史で、韓国は、高宗が樹立した大韓民国を指す言葉として使われたという音声とともに文が見える。アップルはこの説明の出処をオンライン百科事典であるウィキペディアと明らかにしたが、探してみればその内容は実際とは違う。ウィキペディアには、今日は韓半島または朝鮮半島の大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国を指す言葉だ。現代に一般的に、韓国は大韓民国を、朝鮮は朝鮮民主主義人民共和国を指す場合が多く、近現代史で、韓国は高宗が樹立した大韓帝国を指す言葉としても使われたと出ている。バンクは、まず是正を要請する抗議書簡を送り、ネチズンに是正キャンペーンに参加してほしいと要請した。それでは、ネットの反応です。iPhone 不買に一度行こう。アップルを使う人たち、これでもアップルを使うのか。それでもアップルを欲しがる奴ら。これが、まさに、一部の群れが追従する米国の態度だ。アップル不買運動開始。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントいただけると、とても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録。高評価お願いいたします。また、次回の動画も見てくださいね。